はい、こんばんは。アキラのゲーム屋へようこそ。ラスクラ実況です。今日もラスクラやっていこうと思うんですけども、はい、ラスクラ、今日アップできましたね。無事時間通り終わりました。うん、で、これね、7月11日メンテナンス終了のお知らせ。はい、で、今回のアップデートの内容でデータ更新でピックアップガチャ。11から、メンテ終わってから18日木曜の12時59分まで。プリンセスリラとメルザ、クロメルザと、で、アークがメグロナと邪教神殿。で、期間限定で以下のキャンペーンを実施。これね、これがでかいと思うんですよ。鍛錬の間が毎日開催。メンテ終わったから今日もできましたしね。で、18日木曜12時59分までということは、あと7回。だから合計8回回れるんですよね。もう今日僕回っちゃったからあと7回なんだけど。イベントオブ最大数5個。これも本当に便利。めっちゃいいなと思った。で、以下のパックの購入回数リセットなんかは、まあまあ、これは僕はもう関係ない。で、アッシュワント、改善ね。で、補填が石500個もらって、で、素材が、こんな感じね。まあ、あえて読まんけど。で、これね、補填さんがね、うん。なんやねん。最終確認で問題が発生したため実施を延期とさせていただきますということで、うん、これね、エリザ、ユニットのエリザ及びランスベルの図鑑報酬のクリサル数が少なかった不具合に関する差額補填がダメだったと。うん、で、これちなみにまあ、要は、もらった人ともらってない人いますからね。僕はちなみにもうもらった人です。はい。ランスベルレベル50まで上げてるんですけども、本来これってね、レベル上げていくともらえるんですよね。あの、石がね。確か100、200、300、500やったと思うんだけど。うん。で、僕もだから、この、レベル上げて、石集めっていうのはずっとやってますね。うん。まあ、美化金税なんで、その辺はね。だから、まんべんなくレベル上げていってるところです。今、リラを50にしようと思ってやってますけども、この石が、ランスベルと、エリザ。新しい、二つのユニットが、正しく、もらえてなかったようなんで、その差額ってことなんですけど、もらってる人ともらってない人がね、どうやって判断するんだろうと思いながら。僕はもう、数がわかんないんでね、確認してないけど、多分もらえてないんでしょうね。なので、まあ、お知らせが来るのを期待してたんですけど、ダメだったと。まあ、まあまあ、あると思ってなかったもんなんで、そのうち来たら嬉しいです。で、やっぱこの重要なのは、この、今回のイベントでやっぱこの鍛錬の間ですよね。鍛錬の間が毎日開催できるようになったということはどういうことかっていうと、本当に1回に AP が10入る。まあ、経験値はともかくね、1回に AP が10入るこのチャンス。で、それがあと7日間来ます。つまり 70AP 入る。うん。これは大きい。うん。で、毎日朝の鍛錬の間の時だけアークをセットして回ったら、それだけ 70AP かける倍率ね。っていう風に変わるんで、あっという間にスキル覚えれると思うんですね。だから逆に言うと、それ以外の時は、空で回る。いわゆる裸集会ってやつ。アークつけずに集会する方がいいのではと僕は思っています。でその中で、まあ、せっかくなんで、全員につけていこうかなと思っているスキルについてですね、説明しとこうと思います。まあ、おすすめのスキルですね。持ってたらなっちゃうけどね。やっぱり一番は、この尺王派の覚醒ね。覚醒もだから倍率6で AP780 なんで本来130周必要ですよね、うん、周回としては。でこれがこの分 AP70 入ってきますからね、はい、70周分はもうこの1週間の毎日の鍛錬のまで回せるんで残り50周で済むようになる。だこれは大きいなと思いました。なので、まあ、つけたいやつにつけていこうと思います。まあ、普通に、ダインさんにつけて炎ハイブーストとかね、つけれたら、それはそれでいいですからね。メテオラインもすごい覚えれるし。で、今僕ね、これ思ってるのがね、この、流放レイニクル。あんま使うことないやつやったんやけど、ドラゴンスレイヤー覚えたいなと思ってね。っていうのが、今回の、その、新章、新ストーリーで新大陸の中でも、結構ドラゴン手こずってないですか。まあ、魔法が1しか食らわない。ので、殴って倒すしかない。けども、殴るときにこのドラゴンキラー、ドラゴンスレイヤーがあった方が楽だなと思ったんで、
ドラゴンスレアまでこれも伸ばそうと思っています。リュフォレニクルもね。で、覚えなくていいやつ、これね、レグニクス都合の根性ね。根性は、ね、覚醒がある今、ほんま役立たない。今更真珠を狩るもの僕今育ててるんですけども、これもそうですね、ゴッドスレイヤーも覚えたいなと。うん、新章、次、多分、月末のアップデは、これだと思う。新章後編もちょろちょろ公開してるからね、多分新章後編が来るんだと思うんですよ。で、そのアップデの時期の話なんですけど、コネクティングが止まる。で、今回のピックアップと、今回のピックアップと、キャンペーンが18日まで。なんで、まずとりあえず18日で一回、アップデあると思うんですね。別のアップデがあって。多分ミニアップデがあると思う。うん、で、その一週間後が25日か、うん。25日の木曜日。25日の木曜日にあるかって言ったら、ないかもしれない。っていうのが、揚げ盛りキャンペーンがね、31までやってますよね。ってことは、7月31日までこれやるから、その後なんかな、勝手に想像してます。ただ、いずれにしろ、今月、ないしはこの、7月31日のこれの終わりに、この次のアップデで、新章ストーリーが来ると思っている。なので、それに向けて僕は今何してるかって言ったら、石を貯める。もう、今日50個小石もらったけどね、助かります、僕は普通にね。白い小石はね、要は僕は最初、まずユニットが新しいの来たら、やっぱりユニットストーリー一気に進めたいんですよ。それを開くためにはやっぱりそれが必要。小石がね。小石でこれね。かけら。小石のかけらが必要なんで。で、だいたい1ユニットの、そのユニットストーリーを最終話まで開こうもならね、だいたい350から400いる。うん。ので、まあそれをこう、持っときたいなと。ちなみにだって、あと、この辺、ね、紫とか999ってこれ、カンストーンなんかな？あ、じゃあ、1042。ほら。999超えても、数は溜まっていきますからね。よかった、これカウントしてるのかなと思った。まあ、そのあたりね、まあ他の石はね、なんやかんや言うてね、余裕はあると思ってるんだけど、そこは貯めているのと、あとお金ね、うん。限界突破するのはお金かかるからね。うん、素材もそうなんだけど、お金も貯めとかなあかんなと思ってやってます。はい。てな感じで、まあ今はね、なぎです。あんま動かないです。ガチャ回そうかな。うん、せっかくなんでね。じゃあまあ最後ガチャだけ回しときましょう。10連だけ。いや、10連だけ回しても仕方ないんで、やっぱやめよう。やめよう。メグロナ持ってないけど、そんなに今欲しいとは思わないんでね。はい。リラとメルザはね、あるんで。はい。まあ、てな感じで、今日は終わっとこうと思います。なんかの気の迷いがあれば、ガチャ回して動画撮るかもしれないけど。こんな感じで、終わっとこうと思います。はい。それでは本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしています。明日の動画もお楽しみに。なんかリクエストとかあったらコメントくださいね。